一番好き、これを読めば間違いないっていう小説を5冊紹介します。5冊目が一番大好きな小説です。�皆さんが大好きな作品も教えてください。1作目、また同じ夢を見ていた。人間関係に悩む人ややり直したいことがある人に読んでほしい不思議な一冊。悲しくないのになぜかうるっとくるんです。2作目、 N のために。個人的に残酷で切なすぎる作品。ある事件をきっかけに登場人物たちが自分の大切な人を守ろうとするんですけど、その理由が心打たれる。3作目、ひまわりの咲かない夏。過激で重たい内容の小説が大好きなんですけど、この作品はその頂点に君臨する小説だと思います。クラスメイトの死体が消えるところから始まって、まさかそんな姿で現れるとはね。4作目、ゴールデンスランバー。えぐ面白い。もし日本の首相が爆発されてしまって何もやっていないあなたが犯人だと言われたらどうしますかっていう話です。ものすげえ陰謀が隠されていてずっとハラハラしてました。そして最後の5冊目、この作品は僕が小説を読み始めたきっかけの一冊で、この小説と出会ってなかったら小説紹介なんてしてません。ある事件の被害者の息子と容疑者の娘の人生を描いたような話です。壮大で重たくて切ない白夜行、皆さんにも読んでいただきたいです。